こんにちは、ウプ主代理のキズナあかりです。今回は5月23日のフミンガスをお送りします。さあさあ、いよいよ記念すべきパート100ですよ。パート100に合わせて動画も少しリニューアルさせていただきました。主に字幕周りが変わっていると思います。そんなパート100ですが、試合自体は別に特別なものを持ってきたわけではありません。普通のウォーミングアップルールで普通にインポスターになった回です。それでは頑張って勝ちましょう。割と雑めにキルをしましょう。えい、誰も。はあ。バレてないよね。いや、バレてたね。ドア越しに名前が見えてたよね、多分ね。通報されたら終わりだ。ビームマンがいっぱい情報を持ってます。景気がいいね。まず、ナリスさんは私の目の前で弾けました。だから、シェリフからバーズです。そしてタイタヌさんとミニさんは共に貨物室で一緒にスポーンしています。そして貨物で一緒にスポーンしたもう一人は、ダウンロードタスクをやってたっぽいカーギーさんです。現場からは以上です。一番はカーギーさんが怪しいかなと思います。え、私は貨物室にスポーンしてすぐ上に行ったのでわからないんですけど、死んだ二人がどっちに向かったかっていうのはわかりますか？おそらくタイタヌさんは診察室方面で、ミニさんは謎です。というわけで誰かバイタルとか電気室方面にいた人は？はいはい、電気室にいた人です。私も電気室です。私はメインホールから電気室に行っています。メインホールではピロヒコさんとすれ違っています。メインホールではシャワーを浴びている時にすれ違ったかと思います。結構最初の方です。私もすれ違っています。すごく不愉快な情報なんですけど、煙さんは今回関わっていないと思います。カーギーさん、カーギーさん、誰かすれ違ったりとかしてないっすか？ほら。いや、本当にスポーンしてからダウンロードしてただ上に移動しただけなので。ここは真っ先にカーギーさんを釣りたいんですけど、他にもキルした犯人がいるわけですよ。いや、違います。カーギーさんは白です。なんだと？じゃあ、ナギオさん、イワシさんの電気室コンビが怪しくなるぞ。ちょっと、もう少しお話ししよう。怖い。うわ、まずい。めっちゃ怪しまれてしまった。もしかしたら位置を偽装した方が良かったのかもしれない。どうしよう。フミチカさんはやっておきたいところだが、とりあえずアドミンを見て、周辺に人がいるかどうかをチェックしよう。って通信障害だから見れないやんけ。仕方ない。直しに行きつつ、キルを狙ってみよう。まだクールタイムが明けない。あちゃあ、別の人まで来ちゃったね。これではキルができませんわ。ダーン。カーギーさん、お土産キルでもした？カーギーさんは通信障害を直しに来てたのでお土産ではないです。ジョカーキさんなら今、一緒にシャワー室でタオルを収納していたはずなんですが。ジョカーキさんがシャワー室にいるのは私も確認しています。じゃあ、みんなの最終位置を確認しようか。とりあえず、今回はイワシさんは無理だと思います。そうですね、ずっと左の方にいましたので。ところでカーギーさん、役職は何ですか？私は、片方が死ぬともう片方も死ぬ役職です。あれ、じゃあ最初のはラバーズじゃなかったってこと？ナリスさんがラバーズだったという話なのでは。いや、嘘だね。きっとラバーズじゃないんでしょ。相方がここにいますよ。なんてこった。じゃあ、ナリスさんはシェリフ自爆だったってこと？まさか、最初にシェリフ撃ちますかね？それか、まさか、ビームマンがやったとか。そのどっちかだと思いますね。とりあえず、最初のキルではナギオさんとイワセさんが怪しくて、今回はジョカーキさんの近くにいたナギオさんとピロヒコさんが怪しくて、両方に関わっているナギオさんを釣りたいと思います。タオルの収納画面開いててわからなかった。タオルやってて、動いてたのはベホイミさんかな。えん、私が釣られるんだ。動いてたのはベホイミさんって言ってるけど。え、嘘。動いてたけど、キルワープをしたかどうかはわからないです。そっか、びっくりした。ナギオさんが釣られちゃったよ。でも残り人数的には、まだまだ勝ち目はありそうだな。ガンガン釣ろうぜ。とりあえず私から、最初のキルの話をさせていただきましょうか。どうぞどうぞ。最初のキルの時、私はメインホールから電気室に行ったのですが、その時、電気室とバイタルの間の扉は閉まっていました。それであって、ナギオさんがバイタルを見ているという話もあったので、ナギオさんはバイタルから右に行っているのは確実です。だから、貨物室に湧いた人を、その周辺でナギオさんがキルしていると考えて良いと思います。どうしてそれをさっき言ってくれなかったのさ。だって言わせてくれなかったんだもん。ごめんね。議論はダンスダンスしました。
じゃあ今回は誰も釣らないということで。ガンガン釣ろうぜって言ったのに。だってまとまんないんだもん。ふう、珍しくパッションで押し切ったな。そうだよね、普通にマンさんも怪しいもんね。カーギーさん、言うとを忘れてますよ。ごめんなさい。あらら、ラギさんがカメラの前で死んでいたんで、多分カメラを見ていたのかな。直前の行動を言うと、ヒロヒコさんとカーギーさんかベホイミさんのどっちかとキッチンまで歩いて行ったんですよ。ベホイミさんと一緒ですね。それからセキュリティに行ったらラギさんが亡くなってたと。とりあえず私とイワシさんは宿舎前通路からメインホールにかけて一緒で、なんか消去法でピロヒコさんかな。最初にナギオさんを釣った時もピロヒコさんが近くにいたわけです。ただベホイミさんもしませんでしたっけ。そう、3人で固まってたんですよ。正確にはナギオさんとピロヒコさんが倒れたスクのところにいた時にジョカーキさんがやってきて弾け飛んだので、その状況を考えるとダブルキルを狙っていたんじゃないでしょうか。そんな気がします。だからナギオさん、ピロヒコさん、ベホイミさんのうち2人がインポスターじゃないのかなって。時間がないよ、スクワカさんとカーギーさんで釣る指定をお願い。え、いやちょっと、ここ3人全部白の可能性もあるんですよ。ベホイミさんで、あ、これ私がスキップに入れてなかったらベホイミさん釣られてたな。惜しい、もう少しで一本釣りができたのに。それから再度会議が行われ、ラバーズが釣り対象を指定することに、そしてビームマンさんが釣られました。これでもしマリスさんがシェリフだったら定会で文句を言っておきます。さすがにシェリフじゃないと思うけどな。さて、なんとなく私の疑いは晴れたような気がしますね。もっとキルしていくぜ。88659と、さて、上にはタカさんとフニチカさんがいましたが、ここでフニチカさんをキルしちゃいましょうか。逃げろ。お、その緊急招集はありがたいかも。あら、じゃあ、見合ってる人というか、緊急タスクを直した人。昇降機の左は私が一人で直しました。右は私とタカさんで直しました。はい。イワシさんが直しているのを見ていました。ということは他の人が浮いているのです。めっちゃ浮いてます。え、死体はどこですか。今回は緊急ボタンなので死体の場所はわかりません。ところでベホイミさんは緊急タスクが発動した時にメインホールから下に行きましたよね。完全に無視してタスクをやりに行きました。そしてその時に電気室から階段を上がってくるフニチカさんがいました。とりあえず昇降機を直した組は違うと思うんですよ。ベホイミさんかピロヒコさんになるけどね。ベホイミさんが怪しいと思うんだよな。だって昇降機の緊急タスクが鳴ってる時に下に行くんだもん。私は結構タスクを優先する人なので、まあさっきの件もあるし釣られても仕方がない。立ち回りが悪かった。わーい、あとはタカさんとのラスキル競争ですね。私が最後のキルを奪ってやるんだ。ナイス、やったぜ。そこのラインか。はい、今から公開記者会見が始まるんで、パシャパシャパシャ。皆様お集まりいただきましてありがとうございます。この度は、ナリス初手シェリフ事件の真相をお話ししたいと思います。マジでシェリフなのかよ。ビームマンさんがベントの方から歩いてきまして、扉の閉まり方などを考えると、ビームマンさんがベントを使ったようにしか思えなくて、それで撃ったらクルーでした。実は真面目なシェリフだったという。勇気あるな。ということで最初に疑われましたが、なんとか勝つことができた試合でした。そんなところで今回はここまでです。今回もいいねのお礼コメントでお薬解説が見れます。3桁パートになったこのシリーズもよろしくお願いしますね。ではでは、 See you。